今日はですね、女性目線ということで、フォルクスワーゲンのポロをですね最近ご購入された今日オーナーエリコさんと一緒に乗っていきたいと思います。エリコさん運転で乗っていきます。まあ後で、僕もちょっと運転させていただくんで、動画の後ろにするかもしくは別動画にするかもしれないですけどやっていきたいと思います。ということでエリコさん、これはいつ買われた、なんという車ですか？先週買いました。はい、ワーゲンのポロです。ポロ、はい、ポロですね。コンフォートラインということで、で以前の愛車がマツダのデミオと伺ってるんですけど、はい、なんかデミオからこれに乗り換えた理由ってなかったんですか？理由なんだろう、ワーゲンが欲しかったから。あ、ワーゲンが欲しかったから、うん、前から結構ワーゲンはちょっと可愛いみたいなのがあったんですか？もともと免許取った時一番最初に乗りたかったのがワーゲンで、はいはい、で結局今まで乗ってなかったから乗ろうかなと思って、はい、そうなんですね。そう、昔の丸めの古いワーゲンが本当は乗りたくて、はい、で結局乗ってなくて、はい、ゴルフを見せてもらおうと思って行ったら、はい、これが展示されてて、はい、一目惚れして買いました。これのそのなんか決め手になったのは色とかですか？色、色、はい、やっぱ赤が、赤、まあ、確かに可愛い、綺麗ですしね、フォルクスワーゲンの赤はね。納車されて1週間ぐらい、今ちょうど1週間、はい、乗られてるということなんですけど、なんかデミオと前の車とここ違うなみたいなところあります？加速がいい。加速がいい、あ、早いんですね、こっちの。そうですね。あ、なるほど。外車に乗ると例えば乗り心地が硬いとか、あのハンドル重たいとかって聞くことがあるんですけど、どうですか？それはあんま感じないですね。それはあんま感じない、はい。1週間乗られて今のところは大満足。はい。あ、いいですね、最高ですね。燃費はまだ測ってはいない感じですね。そうですね。そうですよね。周りの方の反応はどうでしたか？まだみんな見てないですか？でもみんな、はい、あの可愛いって言ってくれます。ああ、いいですね。燃費どんぐらいなんですかね、これね。ディーラーさんなんか言ってました？ずっとゴルフとかポロとか今まで乗ってる人、うん、今もゴルフ乗ってる人は、はい、19か20ぐらいを走るって言ってましたね。あ、そんな走るんですね。はい、はい、ずいぶん燃費上がりましたね。僕前ゴルフの1個前のゴルフ乗ってたことがあるんですけど、はい、あの時はね10キロ超えたぐらいだったんですよ。いや、高速乗ったら確かに20キロぐらい行ってたんですけど、普段ね10キロちょっとぐらいしか行かなかった気がして、また燃費良くなってるんですね。燃費って言ってましたね。それはすごいですね。内装、はい、内装は携帯でもう繋がるから、はい、それが楽かな。あ、音楽が聴けたりとか。そう、電話もここからもう。ああ、なるほどね。そっか、確かにこれそうですよね。 iPhone つなぐと、はい、これここ iPhone の画面になるから。なるほどね。必要な分だけ画面に出るから。はあ、それはすごいですね。デミオってあれ 1500cc でした？前の1300かな。ポロは、今回のポロは大きくなったんですよ。多分デミオとハルカぐらい、ちょっと大きいかなぐらいな大きさだったのが、ぐっとこれ本当に、そうですよね、そう、大きな。そこの大きさ感は特に不便なんかあります？そのちょっと大きいなとか。いや、ちょっと大きくなったからこれがいいかなと思って。あ、そうか、もともとゴルフが、そうそうそう、見た、そうですね、そっかそっか。じゃあ特にこれこの大きさで、いや大きすぎるとかは 逆にないっていう感じ ね。なるほどね。そうだから後ろのトランクとかすごい広くなったらしいですよ。ああ、そうなんですね。この頃から、なんか長さが伸びたんでトランク大きくなったんですって。ちょっとまあこの撮影の前にちょっとポロそういえばと思って、うんうん、調べてたら、あー、トランクは確か伸びて、そっかそっかみたいな。そう、前にポロを何台か、この台じゃないけどもっと古いやつを乗ったことがあって、うんうん、確かにみんなね、後ろのトランクがすごいちっちゃいから、そうなんだ、意外と物が乗らないっていう話は聞いてたんですよね。逆にゴルフだと大きすぎるみたいな、そういう方たちがやっぱいらっしゃるんですよね。 あと逆に不便はないですか？前に比べてここはちょっと不便だったかもみたいな。不便
は不便ってほどでもないけど、はい、デミは結構椅子が高かったから、はい、目線が楽だったんだけど、はい、これ結構低いので、ああ、ああ、ああ、ちょっとこう椅子高さ高くして、はい、合わせてますけど、高くすれば今 とりあえず大丈夫ですか。そうですね。でも本当はもうちょっと上がってくれたら嬉しいみたいな。そう、でも今これくらいだったら全然大丈夫。大丈夫。確かに座高低いですもんね。僕なんか一番下下げてもちょっと頭当たんじゃねえかぐらいの勢いがあるんで。はい、ということでですね、オーナーのエリコさんにいろいろとポロのお話を伺ってみました。オーナーさんならではの、女性目線ならではの何かあのお話が皆さんにお伝えできたらよかったんですけれども、とりあえずですね、またここから僕が運転させていただいての試乗動画も撮りたいと思います。内装外装をちょっと見ていきたいと思います。これはですね、コンフォートラインという真ん中のグレードになりますね、の車です。なのでこの15インチのアルミホイルが付いているモデルですね。いや、大きい大きいってやっぱ言われるんですけど、どうですかね、こうなんかね、見慣れてくるとそんななんかめちゃめちゃ大きいなっていう感じはしないですね。あの、おそらくですけど幅としては1700ミリ超えてますが、これ屋根のこの絞り込み、屋根のこの絞り込みのこの部分でコンパクト感を感じるのかなと思います。ワイド&ローっていう感じがやっぱしますかね。はい、内装はね、こんな感じですね。で、鍵はこれです。この鍵でエンジンかけていきますね。そう、こんな感じなんですよ。エンジンの始動音も、あの、3気筒感感じます？よく聞くと3気筒かなーっていう感じはしますけど、ただね、ほんと振動がね、全然伝わってこないんで、軽自動車と同じ3気筒だよみたいな感じは一切しないですね。ハンドルの上のスイッチはこんな感じで、これがオーディオの操作系ですね、こっちはね。はい、でこっち側がここのメーターの中のここをですね、いじるものですね。こんな感じに出てきますね。でここがクルーズコントロール関係とウインカーですね。でこっち側がワイパーですね。シートを思いっきり上げていくこともできるし、下げていくこともできるし、これ本当にフォルクスワーゲンのいいとこだなと思いますね。はい、それからヘッドライトのスイッチはここですね。オートモードがついてます。でこれがパワーウィンドウ関係、これがね、これはかなり目を引きますね。あのね、ここと一体になっててすごいね、今っぽいなーって感じます。 iPhone とここの USB をつなげてあげると、そうするといきなりこれが出てきますね。で新しいデバイスが検出されました。接続、おーおーおー、今ね、あっという間に自宅が出てきてびっくりしちゃいました。ちょっと今これモザイクかけておきますけど、へえ。であとはこっち、フォルクスワーゲンでのカープレイを許可しますか。特に何もしないで USB ポンってつなげるだけで出てくるんですね。いやー、すごいですねこれ。YouTube はそのまま出るわけじゃないっぽいんですけど、音声はもう車から出てますね。いやー、すごいな、めちゃくちゃ便利でした。はい、でここがエアコンで、でシフトレバーでサイドブレーキと、やっぱこのセットちょっと安心しますよね。でそれからこれがアイドリングオフのスイッチですね。すぐそれオフにすることができます。でですね、頭上の空間はかなり余裕があります。これでもね、僕まだ下げられるぐらいなんで、やっぱ広いですね。でさっきちょっとあの試乗編でも言ってましたけれども、あっち側、あっち側の、 あの助手席のここまでがね、すごいね、広いんですよ。遠く感じるので、本当に広々した車だなっていう風に運転席から感じますね。ちょっと後ろの席も座ってみましょう。はい、後ろはねこんな感じです。で僕が運転する体勢をとって、これぐらい空いてますね。ちょっと乗り込んでみます。はい、乗ってみました。一応ねこんな感じで、ちゃんとここ空いてますね。ここも空いてるし、足もこの下に入るんで、で上もこれぐらいは空いてます。これぐらい、うん、確かに今ちょっとここが少し張り出してきてるけど、全然座ってられますねこれ。あ、うん、全然座ってられる。なんかほんと ポロでこんな広かったっけって感じですよ。でこっからこの前の眺めもね、こんな感じなんですけど、なんかその狭さ感じないな。
この広々感伝わりますかね。全然後ろに座ってられます、これだったら。僕ある程度長距離でも大丈夫ですね。居心地のいい空間でしたね。で、乗った感じもね、すごいいい感じだったので、これちょっと本当おすすめしたい一台になりましたね。皆さんこんにちは、ユーロデザインの宮村です。今日はですね、サムネイルになりましたように、フォルクスワーゲンのポロ、今の最新型のポロですね、を乗っていきたいと思います。グレードは上から2番目コンフォートラインというグレードです。でですね、これ別動画になってるか一緒にするかわかんないんですけども、今日この車を貸してくださったですね、オーナーの方と一緒に乗った動画も出してますんで、よかったら見てみてください。はい。で、このポロなんですけど、去年新しくなったんですよね。2018年で、2018年の春に出たんですけど、その時に僕実は一回ちょっとね触ったことがあるんですよ。で、その時うちのお店にその車乗ってきてくれた人がいて、で外に出て、でね、あれってこれは新しいゴルフかってちょっと一瞬思ったんですよ。いや本当大きくなってたから。で、僕は不勉強なことにですね、最新型の車のなんかチェックとか特にしてないんで、ポロが新しくなったの知らなかったんですね。で、あれこれってゴルフですかっていう話をその方に聞いたら、違いますよ、新しく出たポロですよってな話になって、こんなに大きくなったんだってまずすごいびっくりしました。で、まあまあ、年々ね、これ、マニアの間でよく言われてることですけど、フォルクスワーゲンモデルチェンジするたんびに、で、フォルクスワーゲンのみならず、他の、会社の車も、モデルチェンジするたびに、小型車だったものが大きくなっていくと。で、例えば、フォルクスワーゲンとかは、このポロの大きさが、多分ね、ゴルフでいう、ゴルフ5ですね。ゴルフ5の大きさと、ほぼ変わらないと。そういう話が、あるんですけど、じゃあこれ大きくなって果たして不便かと、まあ、駐車場のスペースの問題でもう幅170センチを超えたら車乗り降りできないって話になれば、それは大変ですけど、少なくともこうやって今運転してる中では、ね、でかっていうのは別に特に思ってないです。っていうか、ゴルフと思って運転するとちょうどいいぐらいな感じですね。で、実際でもこの、ね、助手席側のここからの幅だ、ここの空間がね、すごいあるなっていうのはそれは感じます。でもそれはね、どっちかというといい方向ですけどね。広々して気持ちいいなっていう感じです。で、一応スペックここに出しておきますね。で、注目がそうです。この車、3気筒エンジンなんですよね。この1個下のフォルクスワーゲンのアップでは、ちょっと前から3気筒でしたけれども、ついにポロにも3気筒がついて、まあ一応ポロの一番最終型、この1個前のポロの一番最後の方は、3気筒の乗っけたエンジンもあったみたいなんですけど、まあこれが今、このポロの、主力のエンジンになりましたね。で、3気筒感をどれだけ感じるか。3気筒って言ったら、まあ我々日本人は軽自動車があるじゃないですか。あれはみんな、ほぼみんな3気筒なんで、どうぞこう、軽自動車のあの音の感じが、してくるとちょっとね、フォルクスワーゲン買ったのになりそうなんですけど、ほぼしません。ほぼしないです。ただこれアイドリングストップがついてる車なんで、アイドリングストップ状態からブンってかかるときに、ちょっと振動が、まあ、4気筒よりはあるのかなぐらいで済みますね。そんな印象です。でね、このポロなんですけどね、そう、その時いろいろ楽しい話、面白い話を聞いて、なんかね、ちょっと乗り心地硬いっていう市場のなんか記事がいっぱい出たんですって。で、まあ乗って確かに分かるんですよ。他のフォルクスワーゲン車、例えばゴルフと比べてみても、ね、はっきりとこういうのを感じるんですね。おっとっと、大丈夫かな。こういうのを感じるんですけど、実はちょっとね、ここがポイントになってて、ここ切り始めていくところで、これっすね、ここのところの、こういうところの反応を良くするためのものであったようなんです。っていうのが、まあ、フォルクスワーゲン、まあ、僕、動画の中でちょこちょこ言ってますけど、足回りのアームの角度が、こう、下を向いてれば向いてるほど張りが出るよっていうお話があるじゃないですか。で、それが、この車の前、バッチリついてるんですって。で、それがついてると、やっぱこの横方向のロールがね、バチッと収まるんですよ。実際も乗っててもね、すごいこう、すごいフラットに感じるんですね。で、同時に、
ボディもすごい強くなったみたいで、それに伴ってこう足のなんていうかな、ショックアブソーバーの設定もこうグッと踏ん張るようなものになったらしいんですね。だそれで確かに乗ると、あの前のフォルクスワーゲンの車とか、あと前のポロとかに比べると明らかにこうね、あの硬さを感じるという人は多いだろうなとは思います。なんですけど、まあまあそうですね、カングーとか大好きな僕からするとたまらんす。こういうね、なんていうかな、すっきりしてる足の印象が。でさっきちょっと横にのあの運転してもらって横に乗せてもらったんですけど、横に乗ってても快適です。あのクッションがいい、要は衝撃を感じたくないっていう方の人たちはもしかしたらもうちょっとこうふにゃっとした方が嬉しいのかもしれないんですけど、まあ、割とこうどうですかね、輸入車の足回りが好きな人だとこれすっごい好きなやつですね。だからなんていうかな、警戒感がすごいあります。実際車の重さは1160キロとかなんで、まあカングーとあんまり変わんない重さだし、でも軽い方の車に当然なるんだけれども、にしてもすごくね、なんていうかな、動きやすい車だなっていう風な、そんなイメージなんですね。であとハンドル関係ですね。ハンドルに関してはこれも完全に電動パワーだと思うんですけど、まあフォルクスワーゲンお得意のいいやつ、あの運転してて疲れないやつですね。でただね、あのかなりね操舵力が軽くなってる気がします。まあ、僕ゴルフ6の、パワーステがすっごい大好きなんですけど、あれとかに比べるとね明らかに軽くなってますね。でイメージはなんかね、このハンドルのこれ自体が軽いんじゃないみたいな、そんな感じですかね。だから個人的な好みとしてはもう少しこう手応え感があったりすると嬉しいんですけど、まあ十分だと思います。でそれとそうですね、そっか、それで言ったらあのゴルフ7以降のパワーステのこのハンドルの回した感じとかなり似てるなっていうような感じがしますね。で今ここもこれ結構実はね、あのアスファルトが荒れてるんですよ。でもこのすごいいいボディですよね。軽いのは超わかるんですよ。軽くてあの響いてる感もあるんだけど、すごいちゃんとしてる感じがする。いやいいっすね、やっぱフォルクスワーゲンやっぱいいっすよね。はい、じゃあちょっとブレーキのテストをしてみましょう。じゃあ40キロぐらいから今相当かけてますね。今エンジンが切れました。アイドリングストップになりましたね。さすがですね。DSG のミッションのやつはやっぱり邪魔してこないですね。そーっとブレーキかけてても距離感は狂わないです。で、ブレーキのタッチなんですけどね、これちょっと早めに一時立ち上がる感じかなって感じですね。足応えが出る、そのちょっと前に、ブレーキ効き始めちゃうんで、ちょっとうまくやってあげないと、カクっていう感じが、まあ慣れの問題です。感じはします。ああそうですね、今ねアイドリングストップを聞いてるんですよ。でここでハンドル切ろうかなと思うともうねハンドルは切れないんですね。でグッて やればこうやってエンジンがかかるんですけど、だからオーナーさんはもうアイドリングストップをオフにするスイッチはここにあるんで、あの普段オフにして乗られてるって言ってましたね。ちょっとこうなんかあれですって、あの再スタートの時のブルンっていうのと、あと出足が遅くなっちゃうので切ってみたいですね。ちょっと今日は加速テストはやめておいてるんですけど、もうねいつも使ってる農道がね汚れちゃってるんですよ。でこれオーナーさんね1週間ですか納車して、それで泥を跳ね上げるわけいかないんで、加速テストはしないんですが、まあこうやって乗ってて一つも不満は出ないです。どこまで速いかわかんないですけど、あの何も不満はないです。むしろ車が軽いってことが感じられるってことは、エンジンがめちゃめちゃパワフルってことですからね。まあ、トルクも 17.8 とかなんで、18キロ近くありますから、カングーより軽いボディで、カングーより3キロぐらい多いってことですからね。そりゃ速いですよね。そうですね、アクセルのこの最初の、あれかな、踏み始めのところも、これも、ちょっと気をつけてあげないと、グッて行き過ぎちゃいますね。まあ今、電子制御スロットルなんで、まあ、そこら辺は
完全にこうメーカーのチューニング次第とかですね、もうちょっと穏やかだと嬉しいなと思っちゃうけど、はい、ではちょっとガタガタ道行ってみたいと思いますね。すごいっすね。あのね、ちょっとなんかね、この足の動き方がベシャってしてないからすごいっすよこれ。いやいやいや、なんかね、フォルクスワーゲン車の中で異例のすごいストロークを感じます。なんかすごいすごい、なんつったかな、ちょっとね、4駆に乗ってるまで言わないですけど、もしかしたらこの車車高高いんじゃないのぐらいな、そういう気になりますね。いやすごいわ。ちょっとちょっと、ほう、いや、うん、さっきも言いましたけど、ボディは確かに軽いんですよ。で、なんかね、なんて言ったかな、鉄板が薄いのは分かるんです。だから鉄板の響きみたいなものも感じるんですけど、いや強さが違う。で、足の動き、足がこうグッと押してきたことに対してちゃんとボディがね、押さえてるのがすごい分かりますね。やばいわこれ、車高高いみたい、ほんとすげえ。そう、あの、まあ、MQB ってフォルクスワーゲンのボディの作り方は変わったじゃないですか、ゴルフだったら7以降で、ポロだとここからなのかな、前は多分違いますもんね。そうで、僕その1個手前のゴルフだったら6ぐらいのボディがすごい好きなんですよ。あの、まあ、硬さも出てるし、あとずっしり感がある、実際の重量とはちょっと関係ないっぽいけど、なんかこう鉄感が味わえるのが安心だったんですけど、で MQB になってからの車乗ると、あ、そうだ、確かに MQB 以降だなっていうイメージがあるんですね。でこの車も確かにそれを思います、思うんですけど、僕もしかしたらゴルフよりもこっちの方が好きかもしれないですね。なんかよりちっちゃくて固まり感がすごいある感じする。あとやっぱ足の動きがすごい気持ちいい。あるいはこの車が、コンフォートラインで15インチなんですよね。小さめのアルミで、あのホイールで、重量が軽めだっていうのもあるのかもしれない。いやーすごいですね。うん、なんかこの車の一応 GTI と、あとなんだっけ、 R ラインでしたっけっていうのもあるじゃないですか。あの辺もちょっと乗ってみたいですね。なんかすごいこのボディベースでやるんだったら超面白いんじゃないかなって気はしちゃいますね。いやー、しかし足の動きは本当にここでね、こうちゃんと踏ん張ってくれてる、ふらふわふにゃふにゃっていうのがないですね。いやー、これはめちゃめちゃいい車でしたね。はい、ということで今日はですね、フォルクスワーゲンのポロに乗せていただきました。うん、なんかめちゃめちゃいい感じでした。新しく新車で買える車の中でこれ本当、5本の指の中に入ってきちゃいますね。検討するとしたらっていうリストに絶対入れちゃう車だと思いますね。すごいいい車でしたね。ちなみに皆さん、まだ新車に近い車しかないですけど、探してくれと言われれば僕も探せますんで、よかったら声かけてください。はい、ということで以上です。チャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますんで、よろしかったらフォローしてやってください。ありがとうございました。